大谷効果の想定外すぎる驚愕データ。専門家が分析。ドジャースは1015億円を早々に回収できる。総額7億ドル。1015億円。大谷翔平選手がサインしたその途方もない報酬をめぐり、さらなる驚きのニュースが報じられました。大谷選手との大型契約を結んだロサンゼルスドジャースが、この莫大な契約金を早々に回収できると専門家が断言したのです。10年という前例のない契約は、当初金額が大きすぎる、経営に無理があるなど何かと物議を醸しました。ところが大谷選手の想像を超える威力がこうしたネガティブな意見を一掃、1015億円は安いとまで言わしめるようになったのです。移籍が決まっただけなのに、日米で大谷グッズが爆売れ。家族のために翔平のユニフォームを買おうとしたら社員割引が効かなかった。そんなぼやきを SNS に音声で投稿したのは、ロサンゼルスドジャースのデーブ・ロバーツ監督。それは大谷選手がドジャース入りを発表してからおよそ10日後のこと。驚異の大谷威力を目の当たりにしたようで、ロバーツ監督は飛ぶように売れるんだろうねと思い知らされた様子でした。このロバーツ監督の反応が面白かったのか、 MLB ネットワークラジオオンシリウス XM も監督のぼやき音声を X に投稿。ドジャース入団が決まってからの大谷旋風はオフシーズンのメジャーリーグの話題を席巻しているようです。もともとドジャースが大谷選手の威力を見せつけられる現象は、正式な入団発表をした直後から始まっていました。ドジャースが大谷選手との契約と背番号17を正式に公表したのは2023年12月11日の午後6時過ぎ。すると公式グッズショップドジャースクラブハウスでは、そこからわずか2時間後の閉店までに大勢のファンが次々と来店。消費者によるカスタム仕様で背番号17番を入れたユニフォームが飛ぶように売れまくったのです。さらに一夜明けた12月12日も、公式グッズショップにはドジャースファンや大谷選手のファンが殺到。メディアの取材に答えてくれてた女性店員は、今までで一番の売れ行きね、ムーキー・ベッツがドジャースに来た時もすごかったけど翔平は一番だわ、クレイジー、翔平は異次元の選手、ドジャースに来てくれて本当に嬉しいわとホクホク顔を見せていました。ユニフォームを買い求めるのは何も日本人ファンだけではありません。女性店員によると、日本人やアメリカ人はもちろん、アジア系やメキシコ系、南米のお客さんもいたわ。世界中のファンが彼を愛している証拠ねと驚いた様子。さらに聞くと、大谷選手のユニフォームだけでなく他のグッズもいつも以上に売れていると興奮気味に答えていました。またメジャーリーグなどの公式ライセンスグッズを販売するファナティクス社からもバブリーなニュースが。同社では大谷選手の背番号が17に決まると、背番号入りユニフォームの予約販売を 174.99 ドル、約2万500円で開始。すると予約販売の受付開始から48時間以内の売上高で最高記録を更新したというのです。ちなみにこれまでの48時間以内の売上高トップはサッカー界のレジェンドリオネル・メッシ選手。しかもファナティクス社が取り扱うドジャースグッズの日本での売り上げも大谷選手の移籍発表後に急増しているのだとか。この現象にメジャーリーグの公式サイトまでもが、大谷のユニフォームは記録保持者メッシの2倍以上のペースで棚から飛び出したと紹介していました。さらにさらに驚くのはこれだけではありません。大谷フィーバーは意外なところにまで波及していたんです。大谷フィーバーが波及していたのは日本プロ野球界の中日ドラゴンズ。大谷選手が記者会見でドジャースユニフォームをお披露目すると、ドラゴンズのユニフォームと似ていると騒がれ出したのです。そっくりなわけは、両球団が業務提携を結んでいる縁もあって、ドラゴンズが1987年からドジャースデザインを採用したため。そんな事情を知ってか知らずか、 SNS では大谷マジで中日のユニに見える、パッと見大谷がドラゴンズに来てくれたみたいな錯覚に陥る、実質中日の入団会見
大谷くんが名古屋に来てくれる妄想止まらないなどと歓迎モード。名古屋にあるドラゴンズの公式グッズショップの店員からも、大谷選手のドジャース入りが報道されてからはドラゴンズのユニフォームが突然売れ出した。それも大谷選手と同じ背番号17の柳選手が圧倒的人気です。日本では大谷選手のユニフォームがなかなか手に入らず、ドラゴンズブルーで中日のユニフォームはとても似ているので、シャレだったり気分だけでも大谷選手を味わいたい方が買いに来ているみたいです。大谷様様で嬉しい誤算ですよ、という声まで上がっていました。これぞ恐るべし大谷効果の威力。10年7億ドル1015億円という大型契約に踏み切った球団へ、早速スペシャルな恩恵をもたらしていました。1015億円は破格ではない。スポーツ経済視点で専門家が分析。当初この大谷選手の大型契約については、経営的な観点から見ると比較的ネガティブな意見も目につきました。7億ドルという破格の契約金に見合う価値があるのか、それほどの債務を背負って経営的なダメージはないのかなど、前代未聞の契約だっただけに、そうした心配の声が上がるのも当然といえば当然かもしれません。ところがそんな不安に一石を投じた専門家がいたのです。その一人がスポーツ経済に詳しい関西大学の宮本勝博名誉教授。契約発表の数日後、日本テレビのニュース番組ニュースゼロに出演した宮本教授は、ドジャースは1015億円を払っても採算が取れる、十分ペイすると自信を持って言い張ったのです。宮本教授といえば、スポーツ界における経済効果を算出する日本の第一人者。一体その根拠はどこにあるのでしょうか。宮本教授によると、根拠は3つあると言います。その1つ目が、大谷選手のグッズがメジャーの中で一番たくさん売れる、日米で15億円ぐらいの売上増加があるだろうとのこと。確かに先に紹介したユニフォームの売れ行きからしても、これは信憑性のある理論と言えそうです。実際番組では日本のスポーツショップを訪問して、ドジャースの大谷効果を調査。店員からは、大谷選手のユニフォームをはじめグッズの売れ行きが好調すぎるという証言が聞かれました。続いて2つ目の根拠について、宮本教授はこのポイントを挙げています。テレビの放映も多い、ファンも多い、ドジャースタジアムの宣伝効果は増える、日本企業の宣伝広告効果としては非常に大きい、エンゼルスより 1.5 倍から2倍の広告料をドジャースは要求するのではないか。そう、スポンサーになりたいと名乗りを上げる日本企業との広告契約です。そういえば大谷選手がロサンゼルスエンゼルスにいた頃、エンゼルスタジアムには数々の日本企業の広告が出ていましたよね。ドジャースの場合は人気球団であるがゆえ、宮本教授は年間数十億円の収益増が見込めると分析していました。そして3つ目の根拠については、日本から1万人くらいの人が行かれるんじゃないか、30億から40億円の観客動員による収入増加がドジャースにあると旅行需要の高まりを予想していました。この点についても番組では旅行会社を取材していて、旅行会社の担当者は、毎日何十件もの問い合わせがあると答えています。ドジャースタジアムのツアーを含めたプランに興味を持つお客さんが多く、会社ではそれに見合うプランを作成中なのだとか。旅行会社としてもコロナや円安で旅行需要が激減したこともあり、旅行業界を救っていただきたいと期待を寄せていました。ではトータルでドジャースにどれほどの経済効果をもたらすのでしょうか。年間で数百億円の増収があるんじゃないかな。7から8年で1015億円を十分ペイするんじゃないかなと考えております、と宮本教授は結論付けていました。つまりスーパースター大谷選手と人気球団ドジャースが持つポテンシャルが結論の根底にあるようですね。大谷選手にまつわる納得のマネタイズ、存在が経済を回している。しかもこうした予想をする専門家は宮本教授だけではありません。同じくスポーツビジネスに詳しい東京都市大学非常勤講師の江藤光正氏もこの大型契約の損益について言及。江藤氏は、まずここ数年で最優秀選手賞、
MVP を2度も受賞し、実績は十分、当然需要は高いと、商品価値としての実績に触れた上で、大谷選手が受け公表した右肘の手術についても触れ、いわゆる爆弾を抱えている状態が隠されていないと明らかになったことが球団側の安心につながったのではないかと付け加え、この大型契約に結びついたと分析しています。そして契約金の損益に関しては、アメリカのメジャーリーグ機構が全30球団に配分する放映権料について説明、野球が浸透している日本では一日に何度も何度も大谷選手のニュースが流れる、その分配分も多くなるとの見方を示しました。映像メディアでの露出が増えれば、新規スポンサーの獲得も見込めます。そうなるとエンゼルスの本拠地球場に日本向けのカタカナ表記の広告が出されたのと同様、日本企業の注目も熱くなるはず。さらにユニフォームなどの応援グッズの収入も期待できることから、江藤氏はこう結論付けました。大谷選手なら10年契約で1000億円でも十分に元が取れてしまう。やはりこちらも宮本教授と同じような意見ですね。ここで注目したいのが、専門家の2人ともが単に元が取れるではなく、十分元が取れると断言した点。解釈の仕方によっては7億ドル、1015億円などお安い買い物とでも言いたげな表現ですよね。それほどのパワーが大谷選手にはあるという考え方は専門家の共通認識のようです。ちなみに江藤氏に至っては、この大型契約と時代背景との関係性についても解説していました。アメリカの社会では反黒人差別運動、ブラックライブズマターの高まりを受けて、多様性が重視されるようになっています。映画の祭典アカデミー賞の選考基準に多様性が設けられたように、スポーツ界にも同様の動きがあると解説した江藤氏は、非白人系の選手をヒーローに据えるとスポンサーがつきやすい傾向がある、そういったニーズにも一致したのではないかと、大谷選手の評価がここまで高まった理由を分析していました。もしそうだとすれば、今回の夢のような大型契約は多様性を重んじる時代の象徴的な一件になるかもしれませんね。日本人にとっても誇らしい限りです。大谷選手がドジャースへもたらすであろう利益は、現時点の想定しうるものだけでも驚異的です。これが実際にシーズンへ突入してみたら、それをはるかに上回るなんて嬉しい事態も起こるかもしれません。日本が誇る期待の二刀流スター、その可能性は無限大に広がっています。大谷効果の想定外すぎる驚愕データ、専門家が分析、ドジャースは1015億円を早々に回収できるについて感じたことや、皆さんが持った印象をぜひコメント欄でお聞かせください。またこの動画を見て面白かった、新たな知識を得られたという方は、チャンネル登録や高評価ボタンを押していただけますと励みになります。他にも球界に関する裏話や知られざるストーリーを紹介する動画を配信しています。ぜひ合わせてご覧ください。